動画の視聴ありがとうございます。えー、ここでは年明け6ヶ月の学習法と題しまして、1月から6ヶ月間、どんな学習計画が望ましいのか、えー、大雑把なアウトライン、そして、当連を受ける方の学習計画、当連を受けない方の学習計画に分けて説明していこうと思います。よろしくお願いします。担当はレクセニコーシネモット申します。では、まず冒頭なんですが、この年内に、 どこまで皆さん勉強できてましたかすべての科目があります。インプット作業、読み込む作業、アウトプット作業、それが過去問、答練、どこまでできましたか二重丸、しっかりできた。丸、やったと思うけどいまい自信がない。 三角触れたぐらい×全くやってないもしよろしければこちらの方プリントアウトまではいりませんどのあたりやったかっていうのをちょっと今想像できないでしょうかはいで全て二重丸が触れるそんな方は全くいませんで理想的なこと 理想だけで言ってもね、これは、こちら、インプット欄が全部丸が触れる。もしくは、アウトプット欄の全部にね、丸が触れる。どっちかに丸が触れる。というのが、まあ本当にかなりの理想的なレベルだと思います。なんで、このどっちかでもね、丸のレベルが触れているのであれば、もう年内はもう十二分にいけていると思ってください。 丸のレベルね。二重丸じゃなくて丸のレベルですよ。じゃあ2番。で、もし終わってない。としたら、優先すべきものはどこかと。と言いましたら、もうこれは明らかに。この文。使用科目のイン。使用科目のアウトを1回でも終わらせること。その、 終わらせるってレベルは二重丸じゃなくていい。この丸のレベルでいいので、丸のレベルでいいので、どっちかは終わらせる。一回かはやっておく。これを最優先にしてください。逆に、これがまだ終わっていない方は、1月以降、まず真っ先に、この部分を潰すことをやっていってください。 では、その次に、残り半年、どんな学習で行くべきなのか、まずそのアウトラインを見ていこうと思います。1月から3月、六月まで、あ、6月入るまで、で、6月以降で分けます。まず、1月から3月まで、メインは知識を増やすこと。そのための勉強方向は、 理解中心。一方、4月以降。4月以降、点が伸びなければ、知識を増やす。もしくは、やったんだけど、抜けが多くなっていると。いう方は、維持に努める。知識を維持するとしたら、もとやく同じ教材を何度も何度も回す。これは優先です。 そして6月以降、これはどのレベルの方であっても、知識の維持、回すことを重視すべきです。知識を増やす。そして、知識を維持する。理解重視から回す重視へとシフトしていく。で、ある意味、ここで最後、回すことが最優先されちゃうんです。ってなると、 この1月から3月というのは、回す学習の土台作りの時期でも言えるんです。回せるよう土台を1月から3月で作る。ちょっと4月かかっちゃうかもしれない。で、その後、4月以降ぐるぐる回せるようにする。そういう方向だと思ってください。 ではその上で、どんな方法で回すどういう勉強がいる正解はないんですよ。人によって向き不向きがあるんです。で、大雑把に言うと、読んで頭に入れるタイプと、解いて頭に入れるタイプがあります。どっちもどっちでいい点悪い点があるんです。正解はないです。ただ、 その人に向いている方向はどっちかなんです。だ,だいたいこっちだけどね。で、それぞれ長所短所と、その短所を防ぐ方法を説明していきます。じゃあまずは、左側。テキストを読むタイプ。長所は2つ。1個1個整理しながらできる。そして、漏れがない。網羅的な勉強ができる。 難点が3つ。時間がかかる。そして、面白くない。読んでるだけになる。だから5、頭に入ってこない。4と5については対策しようがあります。1、1つ分野を解いたら1問解く。これを徹底する。 と読んでるだけにならない。読んだ上ですぐにアウトプットになるから読んだだけとはならないまた2単元ごとに一回ね単元が読み終わったら一回伏せるんですよ伏せてう、えーね、そこでもう一回ね覚えたこと確認したことね頭でおもう一回、ね、想起す,るんです。あ無権代理の百十七章責任で立証責任がこうこうこうなんだよなと。 これって最近ちょっとや思い出したな、というふうに読んだらね、その上で思い出したこと、新しく覚えたことをね、その雑の場でね、アウトプットする。インだけで終わらせるんじゃなくて、適宜アウトを入れる。これおすすめです。一方、右行きましょう。今度は、問題を解くタイプ。長所が3つ。 わかってるかどうかの確認がすぐできる。丸抜ですぐわかる。3. 面白い。4. 間違えるものを理解。頭に残りやすい。ただ難点が1。一個一個がバラバラな知識になりやすい。これが難点です。で、それを防ぐ方法。 それがその人の1と2。まず1。間違ったものはインプットに戻ってもう一回確認をする。で、前後を見ていけば、点と点の知識が繋がってきます。2。間違いがあまりにも多い。もうとにかくこの論点間違えるなと。それがあったら、一旦アウトを止めて、 その部分の読み込み、暗記作業をする。解くだけではバラバラになりやすい。間違える。また箇所が多ければ適宜インプットに戻る。これがおすすめするやり方です。で、ご自身がどっちに向いてるかなと、いうことを考えながら、まあ、科目によっても変わるかもしれません。進めてみてください。 最後、下、三。六ヶ月通じて行ってほしいこと。二つあります。一つ。もう単純暗記しなきゃいけないものをリスト化する。だ農地法の許可とか、仮登記の書記だとか。もう、そういったような、もう暗記物だと分かっているものをどんどん今の時期にリスト化しておく。四月以降で回せるように。そして、二個目。均一資金についての間違いノートを作っていく。 こちら、ABC が D に売った時の目的。×所有権移転。丸共有者全員持ち分全部移転。こんなように何を間違えるのか。その間違えた事故の履歴を残していく。その間違いノートを作ることを推奨します。ではここまでが大体のアウトラインです。で、ここからは 当連を受講される方の学習計画。受講しない方の学習計画を説明しようと思います。まずは、受講される方から行きましょう。生鮮当連実力要請編。レックではこういった当連を実施しています。 全科目、全論点が出る答練です。で、分野が毎回決まってます。で、この分野に沿った答練を中心にやれば、まあ、ある意味強制的に一回しできます。強制力が働いて、一回しできます。で、また、この生前答練実力要請編では、 一回につき二問分の記述問題がつきます。不動産一問、商業一問。なんである意味一週間に一問、一問ずつ、新作が強制的に解けます。この答連を使って強制的な一回し、強制的な一日に一週間二問を実現していきましょう。 登練を受ける方予習をして登練を受けるってタイプと予習をしないで受けるっていうタイプがありますまず上の方予習型もう平日の夜は登練の予習に没頭するそして土曜に登練を受講するで解説を聞くそして 復習はその日のうちで終わらせる。復習はその日のうちに終わらせる。その日のうちで終わる内容でストップにする。だから、基本的には、間違えた問題のみ確認です。当たっていた問題まで、当たっていた解説まで、 読むのは時間の、えーえー、効率悪くなります。週内しっかり予習していれば、当たってる問題まで解説読む必要ありません。本当に間違ったものだけ確認するっていう作業をしてください。そして、均一の復習は、まあ、次の日になってもしょうがないと思います。そして、この部分。 この部分なんですが、ぜひね。他の科目の学習をちょこっとずつやってください。まずい事態を説明します。民法の通れん時は民法に没頭する。不動産のきは不動産に没頭する。会社法で没頭する。マイナーで没頭する。 4月になったファイナル編が始まる民法なんだっけと。こうなってしまう恐れがあります。なので、当連の進んでる科目とは別の科目、これを入れるようにしてください。少なくともその当連の翌日は当連と関係ない科目をやっておくことをお勧めします。 じゃあ今度、復習型っていうパターンです。復習型の方は基本予習せずに受験をするで解説講義を聞いたら復習にちょっと時間を多めにかけてください一問一問解きながら「あこういう論点あったよな」で俺丸ってつけてるし解説「うん間違いない」「OKOK」と。 いう感じで、このパターンの方はね、一問一問ちゃんと確認しながら受けていってください。あ、復習してください。はい。で、この復習が一応ね、次の日の午前となってますが、午後まで行っても、まあ、多少しょうがありません。まあ、記述がちょっとね、後ろになりますが。はい。で、このパターンの方は、ここで、 当連とは別の科目。当連とは別の科目を平日にやっていってください。当連で強制的に1回し。当連以外で1回し。強制的に2回ししていく。それをお勧めします。ただ、当連の結果がね、かなり悪い。<laughs> という科目があれば、例えばね、会社をやったっ。てすごい成績が悪かったと。じゃあ、その週は会社法にね、没頭しようかと。というシフトはありです。で、このように、当連を受ける方、予習して受けるってやり方と、復習メインにするってやり方、二つあります。じゃあ、自分はどっちがいいんだと。というと、え、当連、まあ、今回ね、一年目受験の方、 また、2年目受験の方は、まあ、できれば予習型で行きましょう。一方ね、3年以上、次は3回目だと。3回目以上で、基準点付近は行ったことがあると。付近で行かない、ね。っていう方は、絶対復習型にしてください。年数がある程度あって、点数が高い方、予習するじゃないですか。点が取れちゃうんですよ。 私それね、ドーピングって呼んでます。32、3いっちゃうんですよ。で、ドーピングってやっていくとね、自分の真の実力なのか、水増しか分かんなくなっちゃうんですで、そうすると4月になってね、いきなりガクンって点が落ちるんですよ。こうなってほしくはないんで、できればね、今言った方に関しては、復習型で、ね、進めてください。 では次に、登連を受講されない方の学習プランです。で、まずは、基準点突破経験がない方から説明していきます。ざっくり1月、2月、3月と分けて、1月はこの2科目、2月は会社系、3月はマイナー科目というふうに締め切りを切りましょう。 一番恐れる事態は自分がね納得したら次納得したら次ってことで締め切りも作らずやった結果3末で会社法まで行ってないこれが最悪の事態です月ごとに締め切りを切って次ごとにその科目終わらせていきましょうでどうやるかはまたあとで で、また、均一に関しては、自分から積極的に、今まで解いたことがある問題をやっていきましょう。週末に一問。平日はもったいないから均一やっちゃダメ。平日、そんな時間取れないんですから。同じように一問。で、3月になったら、ぜひね、1週間でね、1週間で不動産1、商業1、解いてほしいところです。 ではこの1か月ごと締め切りで切ると言いましたが、これ、じゃあ具体的にどうやるか。えー、学習できそうなところにちょっと番号を振りました。えっと、1個ずつ3時間計算でやってます。3時間学習ができるところが全部で、まあ、大体9つあったとします。 毎日ノルマををししてて勉強をしてくださいどういうノルマっていうと自分がやりたいことを4週間で割ってそしてこれを9で割る例えばですよ民法不当法の過去問15年分を1か月でやろう。 って思った場合、20問かける ×15 年、16×15 年ってすると、540問になります。で、この540問を4で割ります。で、4で割ると、135問。 これが1週間で解くべき問数になるんです。で、これをさらに9で割ります。15問。これが1回の3時間で解くべき問数になるんです。 えつまり、15問解く。そしたらね、次のところも、15問解くと。という形で15得、15解く、15解く、15、15、15、15、15、15得解くという形で、えこれ、1回単元ごとの締め切り、小さい締め切りを切ってほしいんです。 広大な締め切りを切ると大体遅れがちになります。ちっちゃい締め切りを切っていくと大きなことができるようになります。こんなに小さい締め切りを切って1ヶ月でノルマクリアを目指してください。ただまあこれなんですが、これ今私3時間設定としましたけどね、いやちょっと3時間現実無理ですと。 うちに帰ってねで、勉強できても、まあ2時間、下手すれば1.5時間ですと。ってなったときに、2時間で15問、1時間半で15問ってどうできそうですかちょっとこれはきつくなりますよね。ってなった場合、 この門数を減らす。この部分を10年にするとか、いうふうにして減らしていく。そういう感じで、個人個人の事情に応じて、修正をぜひ入れてください。ただ、この締め切りを切って、それにめがけてやっていくってことは重要です。 では次に、基準点突破経験のある方。その方に特に言いたいのは、こちら、1月以降、基本は弱点の対策です。基準点突破経験があれば、まあ、極論ね、4月以降のにいきなり回すって方向で持っていけば、元の上級に戻すのは、その単位じゃありません。 で、あれば、2月までにね、弱点の部分を潰しませんかもう、好きになれとは言いません。でも、もうこの科目は苦手だ。この分野は苦手だ。科目だけじゃなくて、その分野でもいいです。その苦手分野、苦手科目をどんどん列挙して、ひたすらそれだけやっていく。好きになれなくてもいいので、取れるようにする。 これは推奨したいことです。そしてまた、この方々には、早い段階から、一週間二問ずつ、それに解くことをお勧めしたいところです。均一の配点が増える、均一の重要度が高まるのは間違いありません。卓位突破経験があるのであれば、均一に時間はかけられると思います。 早めに, 1, 日にも1週間にも触れてみてください。またちょっとやっぱりその弱点科目だけに特化するっていうのが怖いという方の場合はね、まあ、1月から3月まで通じて弱点をやっていくあとはね1か月ごとに締め切りを切ってやっていくと前のページと同じようなプランニングをするというのはありです。 で今のプランの方もそうですし前のプランの方も同じですこちらをお勧めいたしますこの3か月間の学習がちゃんとできていかたかどうかそれを3月半ばあたりで確認しませんかでその確認することによって あ、この科目が弱いな、これが強いなと。で、それ次第で4月以降に、あ、回す方向に持っていけるなあ、まだまだ、え、こちらの方理解重視に行かなきゃいけないなと。どの科目が回す。どの科目が理解重視でいけるのかが分かってくると思います。位置づけの確認。そして4月以降の学習指針のために、こちらの模試、お勧めしたいところです。 こちらに載っておりますが、1月末までであればかなりお安い値段で受けられると聞いております。ぜひ検討してみてください。ということで、今回の、えー、こちらのガイナスの方は以上ということになります。ぜひご自身の置かれた状況を考えながら、まずは1月から3月まで、ここまでの学習をしっかりやっていきましょう。 こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。